家族と共にサンフランシスコから強制収容される直前のデーブ・タツノ。デーブ・タツノはカリフォルニア州に生まれ、没した日系アメリカ人の実業家で第二次世界大戦中の強制収容キャンプにおける家族の日常生活を映像に記録していたことで知られる。彼が撮影した映像の一部は後に編集されて1945年の映画トパーズに用いられた。 この映画は1997年にアメリカ議会図書館によるアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。立ノは1936年にカリフォルニア大学バークレー校を卒業した。卒業後は父が1902年に創業したサンフランシスコの百貨店日米物産で働いていた。トパーズで立ノはキャンプの共同組合売店の仕事をあり当てられた。 1945年にトパーズから解放された立のは店を再開したが、7歳だった息子が、返答的出術の手術中に死亡した後、1948年に家族を三の世に転居させた。彼は市民活動の指導者でもあったが、戦後のほとんどの時間は日米物産の経営に費やし、その二つ目の店舗を家族を転居させた三の世に開店した。 三のゼの店は、その後、娘の一人が継承したが、サンフランシスコの店は、彼の兄弟マサテルタットが死去した後、1997年に閉店となった。立つのは、1938年に結婚した妻アリスと息子の一人に先立たれた。彼の死後に残された遺族は、五人の子供、四人の孫、二人のひ孫であった。ありがとうございます。